異常なデカさで俺の腰ぐらいまであるぞ。いやそんなねえな。デカ、そんなデカい魚買うだろう。いや俺の自由だろう。いくら？2500円でした。2500円。ほら、ウータンいらっしゃい。これはね、これはね、間違いなくこれですね。間違いなくこれですね。あいつ発狂するっすね、これ。見た時点で。で今日はちなみになんで発狂するかっていうと、あれ、今日はもうさっきのタイミングでやってもらわなかったんで、もう6時で閉店するらしいんで、今日、今日あそこのさ、ね、マスターさんが今日釣り行くらしいから、今から釣り行くらしいんで、今から釣り行くらしいからちょっと無理だよね。いやそんな高くないですね。2500円だった。誰が捌くんだろうな。一応は、だから言われたんだよ。もう誰が捌くやって言われたけど。いや、だから一応は、まあ、親父ですねって言っといたから、ね。だな、お仕置き焼かれと、ペペ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 、はーん。平八できるの方でて、できるわけないじゃん。これはね、今日取れたやつらしいよ、干潟で。干潟で取れたやつ、まあ、大体干潟らしいけどね。俺境港かと思ってたけど、まあそんな遠いとこじゃねえわな。大体境港鳥取県だし。鈴木は天ぷらがうまい。あ、じゃあ天ぷらにしてもらおうぜ。さばいてみせていいよ別に、いやでもさばいたらさ、もう収集つかなくなるけど大丈夫かな。テロップ詐欺？いや詐欺じゃなくない。全然詐欺じゃないじゃん。まさにこの通りに行くよ。内臓出せばいいから天ぷらにしたいね。味噌ラーメン作らないですか。あー、味噌ラーメンにスズキ入れます。ムニエル？何それ、ムニエルって知らない。ムニエルが、あ、鈴木の唐揚げとかうまそうやね。いい機会やし、まあ自分でさばいてみるか。自分でやるか、自分で。ノコギリ買いに行こう。一応はね、チェーンソーあるよ。チェーンソーあるけど、チェーンソーじゃダメ？
人でできるもん、うん、そうだね、一人でできるもん。ヤミーうなぎ、まあ、ヤミーはまあ料理してたから、俺で料理してないけど、したことないんで、うん、そうそう、ヤミーは器用なんで、俺はあの不器用なんで、ね、お前自分の顎もさばけねえのに無理だろう、出てけ、意味がわからん。あ、鍋のプロやん。いや、だから鍋のプロでもさ、魚さばくのと鍋のプロはちげえだろ。全然ちげえだろ。俺が9なの、だからあの県外に行った時、しこる場所を探すことだよ。それだけはめちゃくちゃあの器用。うわ、このとこ行ってたらミネルヤに食べられる。すっごい匂いですね。取ったの。いや、もうさ、これに関してはさ、袋から取り出せんもん、でかすぎて。あまりにもでかすぎて。どうやって食べる？これね、天ぷらっすね。天ぷら。天ぷらっすね。さばけないだろ、簡単だろ、こんなの。一回風呂に入れるか。ちょっと隠して隠れ。一回ちょっとお風呂に入れます。お風呂で一回キレキレします。あ、大丈夫。あ、ちょっと待って。何する？いや、開けらんで、ここ。いや、何もせんけん。いや、いいけん、ちょっと。汚したら嫌だよ。汚さんけん。本当に嫌だよ。本当に汚さんけん。汚さんけん。うん、風呂掃除しとくけん。なんだよこいつ、マジで痛ぇ。顎に刺された、こいつの顎に痛ぇ。ふざけんなよ、マジで。
よし、痛すぎるだろ。いらん。これ水でさ、洗ったがいいよね。水で。ノッピロ平和人ガウゼロ。あ、確かに。え、鈴木って毒あるの？毒あんの？マジ？え、あの水で一回濡らしたがいいんでしょ。水で濡らしたがいいでしょ。いや、あるよあるよって。じゃああれだな、死ぬよ。いや死ぬってまだ刺さってないけど。え、洗ったがいいんでしょ。洗ったがいい、洗ったがいい。水につけると痛む？痛むってどういうこと？洗っといて。じゃあこれ水で流せばいいってことか。水で流すよ。ていうかもう触れんくなったし、なんなら。背びれに注意、痛い。え、どうすりゃいいよこれ。鮮度が落ちる、洗うと。じゃあもうそのまま調理するわ。でももう触れんけど、どうやって触るのこれ。どうやって触るんだ。うん、毒があるみたいだからさ。じゃあ洗うしかないな。尻尾持つしかない。うちの母の手袋で。どうしようかな。どうしちゃおう。これまずいぞ。あんたさ、これさばいてくれ。これ。やめてくれ。お母さん。いや、じゃあなんだ、大きな魚は頭にぶつけたってどういうこと。いや、それ知らんけど。買ったって魚だから食べらんし、何もせんよ。あんた、無駄なお金ばっかり使われるけど、私たちはヘルシーメニューですから、ダイエットメニューですから、あんたのそんなに、なんかあんたのそんなしょうもない話に付き合いませんから。いや、ヘルシーメニューとは。きつい、痛い、痛い、手が痛い。
何が？そんな大きな魚買ったらしいがね。買ってないけど。じゃあなんだ、お父さんが頭に大きな魚ぶつけたって言ったよ。あれ魚じゃないし。じゃあなんだ、じゃあなんだ、あれ普通に何なの、食べ物だしね。何の、見せてごらんよ。じゃあ2階上がってきなよ。生ものなんかまたそんなの、またまたこのエレナーのカツみたいに息が悪くなって結局みんな捨てるはめになるよ。いやそれは暑かったからでしょ。いや今日だ、そんな2階なんか持ち上がってる。2階は暑くないし、魚なんかすぐ冷凍庫に入れても、そもそもさばく時だって、で、あんま触ったら、でも大もんが魚が息が悪くなるんだよ。何でも触らないようにしてるけど、なんだ、何とる、何そんな2階なんか持って上がるばっかじゃないよ。いやいや、どんだけ切れるよ、あいつ切れすぎだろね。そうそう、寝てるから。大丈夫大丈夫、寝てるから、寝てるから大丈夫だよ。寝てるから大丈夫。いや、一郎さんが、一郎が、いやだから一郎が寝てるから大丈夫。あんた魚2階なんか持って上がったらダメだよ。また捨てるはめになるよ。もったいない。そんなお金だってお母さんに返して、それとお父さんに一切関わらねえって言ったんですよ。大きな声するけん。もうあんたも、いやいや、ごめんけど魚はね、暑いとこにやったら確かに腐るけど、こないでみたいなことないよ。あれは体温照らしてられてたところだからね。こんなからって魚なんてダメでしょ。すぐにあの冷蔵庫入れとまんと。あ、そうなの、分かった、じゃあ冷蔵庫入れるわ。新鮮そのままだしね。今日は魚だい。よいしょ、あいや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 、え、ちょ、マジでモテこれ。何キロあるよこれ。手が死ぬんだけど。これ食べる？だってもうさばいてもないや。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。あんたの頭に頭がないかもしれない。ない頭でもつかない。よいしょ。頭が狂ってる。そんなもん。あんたね、お店の人はびなんでこんなバカな人間。そう。よいしょ。あいていていて。あんたね、こんなもんよく買って恥ずかしくない？いや、何が？料理屋で回る前に。あんたそんなお金があったらね、今回着払いも全部、今までの携帯代から着払いが、なんかお母さんに借りてる借金全部返してほしい。沖縄だってまだ4万返してもらってないし。なんでこんなことをする。よし、こんなお金使って配信しかできらんならね、やめて寝とったがよっぽどいいよ。いやいやいや、お金使ってもね、そんな、これを見たい人がたくさんいるんだよ。骨折り損のくたびれ儲け、寝とったがよっぽどいいし。あ、お紹介です。誰がやるほど赤字が出る。あんたの配信をやればやるほど赤字が出る。赤字なんか出るもんだろう。人は別にお金の回収のためにやってるわけじゃないんだから。人はちゃんとお金のためにやってるわけだ。あんたはなんでお金使うためにやってるんだね。いや、とりあえずさばいてよ。何でバカなこと言うの。いや、マジでできるわけないでしょ。いや、さばいた天ぷらにしないといけんだろ、普通に。できるわけないでしょ。なんだよ、おかしいでしょ、こんなの。できるわけないでしょ、ねえだろ。こういう配信やめて。だげん、やだ、絶対やだ、ねえ。もう本
いや、そんなもんもできんのって言われてるで。当たり前。いや、じゃあどうすりゃこれ。捨ててしまえ。え？返品して返品。うわ、出っ張り。鈴木一郎のやつ。いやいやいや、ていうか、いや、頭使えよとかじゃ出んだよ普通に。普通にだから、それやらんといけねえんだわ。いや、最低だろ、さすがに。さすがにそれはひどいわ、あんた。いや、お母さん、こんなこさばけたらこんなとこおらんよ。いや、あんたなんかこの世に生まれてきてないけ、残念ながら。いや、それはさすがにひどいっすよ、マジで。本当のことなの、こんなとこおらんし。いや、おらんじゃなくて。じゃあ、もうじゃあどうするや、せっかく買ったのに。だからもう6時で今日閉まってるけんだわよ。なんでバカなことする、そんな困るし、こんなものできるわけない、包丁だってないし。だ、包丁無理だって。じゃあどうするや。じゃあもう捨ててきて、川に、海に流してきて。いや、海に流してくるの、お前そんなことしたらヤバいで。本当にできらんけ、あんたは簡単なこと言うけど、できるわけないじゃん、こんなこと。いや、あんたバカじゃない、頭狂ってない。いやじゃあどうすりゃいいや。だけど捨ててこいでよ。ああ、捨ててくんのこれ。海に流してきて。いや、最悪だろお前、普通に。おかしいだろお前、これ捨てに。だから、こういうやり取りしてるという、こういうやり取りしてる間にやれば、鮮度が下がらないのに、またこうやって外に持っていくことによって鮮度が落ちるわけよ、これ。普通に毎回。もう寿司屋さん頼むかな。あー、でもな、うちで嫌われてるしな。やばい、どうしよう。いや、もう頼むのが一番いいんだよね。いや、だから俺がさばけばいいけど、あいつが横からうるせえもん。ミネルニアの餌でやるか。あかんな。どうしようこれ。いや、待って、嫌われてるからできないよね、頼めないよね。てか自分のとこで。いやいや、だから、う、は？流してきて。いや、海に流してきてなんかできんだろう。そんなもん、あんたって目障りなだけでしょ、できらんのに。そんなもん、あんたね、そんなもんをさばけるわけないことが自分で分かって、自分でやればいいがね。だからやるわ、じゃあ。できませんくせ。やるわ。絶対やらないよ、お母さん。できるわけないじゃん。やるわ、じゃあ。だってその時点でおかえらしいだし、今他のものを一生懸命ここでも作った、まな板の洗いもせんとこにこんなもん置いて、魚にいっぱいベチャベチャくるんでも、もうその時点でおかしいだろう。なんでこんな無謀なことをするの、あんた。本当におかしいことが自分でも分かる。これはおかしくないです、全然。頭おかしいけん、こんなことが平気でできるし、うち包丁もないし、まな板もないし、な、腕もないし、できるわけないよ、なんて。お母さんにさ、できらんのに。バカじゃないそれ。しかもそれ、ごまよろしでいいっすか。それ、しかも魚なんかさばく包丁じゃないけん、それ。え、親父これでもいいだろう。野菜この包丁でも、野菜もまともに切れん包丁何かいん、それ。そんなのができるわけない。ごまよろし、頭狂っとる。何枚よろしなのこれ。そんなことも分からんね。どうやって包丁持って何しようと思っとる。だから、ほら、もう電波が悪いな。でこれ。だけそんなの買ってくるんでもよかったよね。見がからんし、なんで電波悪いや、ここは。魚屋には
かしいやろお前、アホがマジで。だけここ台所をそもそも配信しようなんて思うことも間違いです。いや台所待って、まあ、今まで電波良かっただろうが。だけん、だからとりあえず鱗だけ取ってよ。あんたバカじゃない、鱗取ってってそれ食べれると思っとる。え、頭狂っとうね。魚ってどんだけ大変だと思う。いや普通に炭火で焼けばいいって書いてあった。あんなでっかいやつはどうやって、物もない、そんな道具もない、うちにいや普通の一般の家庭がそんなことできないの。それが分からんね、あんた。それも分からんこと、本当に。どんどん腐っていくから早くやらないと。そうだよ、だからそんなの買ってくれてバカだけんでしょ。やれや。できるわけない。できるわ。前回平正やっただろうが。何でバカなこと言ったの。もう平正もみんな嫌わ。結局あそこでやってもらったじゃん。全部最終的に何もできなんだって。いや、やったじゃん。やってないまんで。切ってたじゃん。向こうでやるの。結局魚屋持って行ったよ。できるだろう。できるわ。魚屋持ってって早く。だからもう終わってるんだって。なんでそんなところから買ってくるの。は？いやだから親にやらせませんでっつって。できるわけないでしょ。いやいや、できるだろ普通に。できる。しかも今日病院来たんで、お母さん体がいなくて、だから副鼻腔炎になったって言われてるんだもんね。うん、だから頭も全部もう痛いんだけ。そんな関係ねえんだよ。なあんたはね。あ、そんなこと関係ないって言うけどね、本人これやっとこさでやっとるよ。何言っとる。これ電波が悪いの。配信なんかするなってことでしょ、無駄なお酒。いや毎日してるけど。海に流しておいでよ。海に流しておいだから、それが一番やばい。なんで。あ、なんで。なんで海に流してくる。だってその食べれんなら流すしかないでしょ。じゃあこんなもんゴミ箱持ってって明日ゴミの日に捨ててしまう。いい、それでもよければいいけど。いやおかしいだろ普通に。おかしくないでしょ。あんなでっかいもんさばけるわけない。それがなんでわからんかね。あんなでっかいもん無理でしょ。いやだからやっていればいいじゃん普通に。もう今までだからツイコールにまた今回も誰か上がっても、今までやっても分かってるんだって。やるいや、だから前回平間さんの時やってますよね皆さん。息が悪くなって、だから息が悪くなる、なるから早くあれしないと。できないんだって。お母さん病気だけかなんでそんなことさせる。やっとご飯作ろうと、病気玉作ろうとしてるみたいに。今日だって病院でさっき病院で何飲んかってきて。鈴木はまずいのに。鈴木まずいの。まずいわね。だけ安いの、安かっただろうが。2500円。だけ安い。えだけお母さんはね、あれも買うの誰もな。腹たわ、腹たわ取ってぶつ切りにして。腹渡。もうお母さんもバカだよ。まあ、ね、頭痛くてね。俺の頭が痛いわ。もういつ死ぬかわからんわ。お前のせいで。いや。いや腹渡、腹渡、いやあれはでも安い方だよかなり。あんたね、2500円ってお母さんに何が買えると思ったの？何が買える？バカなこと言うな。2500円で何が買えるの？いやそれ結局自分じゃん。だけどそれぐらいもったいない。だからそんなことまだせんでしょか。あ、ちなみになんですけど今日 あのお魚のお金はあれなんですよね。リスナーさんがそもそ もリスナーさんがそもそも魚に使ってくださいって言われて5000円来ただけなんですよ。使いません。わかります。海に流します。わかります。じゃあそのリスナーさん謝って。あーすいません、私関係ないの。関係あるでしょ。お前2500円、あんたの2500円じゃ ねえんだから。だけど海に流したら もっとやばいだろ。これ配信してるんだね。どうぞ。だってあのマスターさん YouTube 見てんだよ。あ、どうぞ。え、放流 YouTube 見てるんだよ。だから 見られたら松本さんとこにはもう売りたくないってなるじゃん。あ、結構です。えぇ、いやだからさ、だからそのあんたが腹渡取ったらあとはそのリスナーさんにツイコール上がってもらって聞くから腹渡だけど。白いやつ、いくら？
だからやり方が分からんけん、じゃあ教えてよ、腹渡の。いや、切って出せばいいわねえって。指一本落とせば。はあ、お前の布団に魚寝かしつけといてやったからな。あんた、あんなことしてたら魚が腐ったら鈴木のムニエル、どうせ一番食べるんですよ。そうなんだよね。いや、だから分かんないんですよ。だから教えてくれたらやるって。は？教えてくれたらやるっつって言ってんじゃん。教えてくれたら。ねえ、そんなに怒らなくてもいいよね。ツイコールでやろう。うん、いや本当は食うだよ、ゲスルとか。てか鈴木のさばき方、鈴木のさばき方で見るか。いや腹渡り、うん、何えくり返って、いや本当だよ、わかんねえな。こんな時におじいちゃんがいたらな。おじいちゃんが全部やってくれるのに。これか。え？あ、そういうことか。まず濡らすんか。オッケー。まず濡らすらしい。だから同じようにやるよ。あいつ夜飯作るのもあれやめやがって。ああ、絶対やらんけんの。だっけ今俺がやるとこじゃん。絶対やらんけん。あ、だから俺がやるわよ今から。でも、ただ魚屋でもなれるかもしれんじゃん、うん、やってみればいいが、どんだけ大変なことか。やってみなきゃわからんだよ。何でもかんでも自分に配信のネタになると思って、そうだ、どうにも思いませんわ。こんな人ったら意地がどんどん悪くなるよ。いや、うるさいお前、やらないんだろ。やらんやつに言われる必要ないよ。うん、でお前こんなごめんゴキブリが入っとるで。何この不潔。いいか。もうこんなんじゃ使えねえだろマジで。汚ねえなお前。はぁ、まあ、ゴキブリ、おい、うん、待て、うん、いや死んでねえし、かも。いや死ぬんだ今。大丈夫。
あんだけやっとった秒殺。いや、ゴキブリどこやったよ、その中の隠れ。いや、中でも死んどるけん、秒殺。今そのうち出てくるんじゃない。どうするやん、お前こんな汚ねえもん。あれ全部ゴキブリがついてるじゃん。うんちまでしてるしね。で、裏に置いといても全部洗って捨てる、こんなもん全部洗ってやって。いや、あんたに言われたくないしって。あんなとこからゴキブリ出たらさ、不衛生すぎるだろうが、こんなもん。あれこそ捨てろよ。あれこそ捨てろよ。ゴキブリは死体から仲間呼べ。いや、全部ゴキブリがついたやつなんだけど、全部ゴキブリが、ゴキブリが触ったやつなんだけど、触りたくもないんだけど。ツイコール上げてください。なんで今ツイコールやってないんですよね。いや、他にないの。いや、ないんだよね。会いたくねえや、ゴキブリついたようなもんね。2匹いる。しかもあれ多分まだ子供だよな、あのゴキブリ。まだでかいのがいるんじゃない、あれ。ねえ、子供が1匹いると1億いる。いや、ゴキブリ、もう家ゴキブリじゃんそれ。あれ絶対子供でしょ、ちっちゃかったもん。でかいのが寝室に寝てる。で、茶羽ゴキブリってこれ気持ち悪いんだけど、マジで。どうやって取るんだよ、鱗。鱗どうやって取るんだ、これ。鱗取りがねえぞ。茶羽は基本的に包丁でやれ。いや、分からん、包丁で出てやるよ。いや、ちょっと電波があり。あれ、電波があり。電波が。外でやんの。外でやるはねえわ。電波なんとかしな、配信者なんだから。まあ、はい。いや、わかんねえんだよ。キッチンに行くと電波悪くなんだよね。キッチンに行くと電波妨害されてるわ。待てよ、待てよ。それか、それか、魚屋に持っていくか、違うところの。電話するなよ、電話するなよ。できないんだから、どうせ。魚屋に電話してるな。あれ、じゃあ持っていくかも。魚屋に電話してるよ、魚屋に。
余計なことしやがってマジで。空気満々じゃねえか。いやちょっとだって、でも6時に帰るって言ってたけどね、さっきあのおじさんが。いや、まずね、鱗取りの材料があれがないんだよね、アイテムが。電話するなよ、もう無理だから。今日は無理だからね。どっちにしろ魚屋さんには電話するな、マジで。いや、振りじゃねえ。マジで電話してしないで。いや、だから電波がすげえ悪くなるんだよな、あそこに行くと。あと、どこが電波妨害してんの。洗濯機で脱水すると鱗をきれいに取れるぞ。え、マジ？この電子レンジの元切ったら電波は良くなる。IH も切ったら電子レンジだよね、これ。多分電子レンジがすげえ悪くなってる。ブレーカーだろ。ブレーカーも切るか。ブレーカーもすげえ悪くなってる。でも普通さ、電子レンジ関係ないついてない時も切れてたんだよね。なんでだ、マジで。電子レンジがついてない時も切れてた。あ、こっちやつ消しちゃいけんわ。あの料理キッチンだけ。冷蔵庫のコンセント抜いたらよくなる。冷蔵庫のコンセントなんかどこにあるかわからんじゃん、マジ。いや、 Wi-Fi はあっちにあるから。ブレーカーバカの一つ覚え。まあ確かにバカなんで。でもどうしよう、マジで。これまあいいや、もう持っていくわ。でも6、じゃあ持って行ってくるわ。電波も悪いしな。あ、え、死んだ。いや、でも6時から無理って言ってたけどね。もう持って行ってきたかいい魚。あの魚屋さんに。でも6時からもう無理って言ってたけど。もうどっかあげてこいよ、あんたの好きなとこに。誰にあげるの。分からんもん、リスナーさんでも。いや、リスナーさんでもって、リスナーさんにあげるんかい。おかしいだろ、お前。電池つけたか。うん、ついてるよ、もう。これ本当どうすりゃいい？ってないのな。はあ？電気。いや、電気って電気がなんか Wi-Fi 悪くしてんだよ。わかる、違うわ、お前。Wi-Fi に変えればいいわよ。いや、Wi-Fi に変えても Wi-Fi でも電波悪いもん。悪くはないわ。それはお前の勘違いね。いや、勘違いじゃないだん。俺のとこずっと入りっぱなしになってもらえる。いや、あんたはだって Wi-Fi から近いところにいるからね。電気をつけろ。え、てか、リスナーさん、これマジどうすりゃいいですか。電気つけろ。
いやこれ本当じゃどうすればいいこれ魚。リスナーさんにあげろって言っとくがや。いやリスナーさんにあげろって言ってるがやってか、だってそのこの魚って鮮度が悪くなってもう無理なんでしょ。こんな隣の魚屋さんの寿司屋さんにでもあげろほら。寿司屋さんにあげるの？うん。もう食わん。いや寿司屋さんにあげんの？食わんけって言ってあげればいいかな。寿司屋さんにあげんの？寿司屋さんにあげんの？いや海に流戻してこい、やばいって。米子まで来てくれたら遠いな、遠いな米子。電気つけろ。いや電気つけさせないがいいよ、あいつが電気使いすぎてるから。いやもうちょっと一回行ってみるか。魚屋、魚行くしかないわ。お金プラスでお金払ってでもやってもらうしかないわ、うん、魚屋持っていくわ。お金あるなって、それぐらいのお金はあるけど、魚プラスしてる。覚えりゃいいじゃん。いやこれ覚えるも何も料理。あ、俺電波が悪くなる。ここやば。なんだよ、なんで意味が分かんねえんだけど、意味が分かんねえんだけど、なんで電波悪くなるの？あそこだけ。料理なんかできないですけど、あれじゃあ。料理なんかできねえよな。なんであんな電波悪い？電波がめっちゃ悪いけど。電波が。よ、だって電波が悪いから動かないといけないもん。俺もこんな動き回りたくねえんだよ、そもそも。いや、今日は時間がなかったから申し訳ねえなと思ったし。残り5分しかねえやんと思って、6時に出ていかないといけないからってやれて、今日6時に閉店してるらしいんだよ。いろんな邪念が電波邪魔してる。いやこれマジちょっと待って、一回作戦会議、一回目作戦会議。これどうしよう。これはもう一番いいのはどうすかね。ちょっと自分が料理するっていうのはないっすわ、その考えは。俺はどうしたらいいか。お前が寂しくしかない。いやそれ以外の方法でない。アフリカの取り合いの喧嘩になる魚、マジで海に捨てればやばい。気まぐれクック、めんどくせえ。自分で見てやんの。スーパーに金出して、あ、スーパー持って行ったらさばいてもらえる？おしえかちゃん、久しぶりじゃん。スーパーで。じゃあスーパーでさばいてもらおう。いや、遊んでねえわよ。スーパーでさばいてもらえるの？スーパーで。そばともらえるだろう、どこでも。違うわ、行ってみると分からんわ、俺も。午前中しか無理？じゃあもう謝れ。してもらえるわけ？マジか。無理か。じゃあ。え？
はい。はい。そんな、あんまり、何分も悩んでる時間でもう線路が悪くなってもうダメ。何しようがダメ。もう捨ててしまえ。捨てるの？うん。どうしようもない。あんたがそんなもん買ってくるんじゃない。え、こりろ。発泡スチロールに氷入れてもダメなの？もう遅いわ。30分もあだこだ、1時間もあだこだ、あだこだ。なんなんこいつって言われてますよ、コメントで。お前だ、なんなんこいつって、そいつのリスナーはなんなんこいつだ。いや、お前だろ。何も分かってくれるのがなんなんこいつって。いや、あんたより分かってると思うよ。あんたじゃ魚さばいたことないでしょ。いや体関係ないだろ。体が元気な時もさばいたことないだろ。そりゃいいけよ、お前。ブレーカー入れろ、この人。何の話ですか。何ブレーカーって。あ、ブレーカー入れろ。いや、お前が入れろや。警察やるぞ。え、警察？何のために。何すか警察って。はい。あ、老人を痛めつけてる老人ってこと？え、な体がなんか痛くなったのそれで。いや、お前が出てけよ。いや家におる資格ない。出てけって。あんた何もしてないじゃん。てか一日中何もしてないし、タバコとさ酒飲んでるだけなんだからさ、これぐらいやりなよ。タバコと酒飲んでるかね、変な YouTube 見てるだけなんだから。いや、ダメだわじゃないんでしょ普通に。老人虐待らしいからね、もう出て行った方がいいんじゃない。じゃあ警察呼べや、老人虐待と思うなら。何に対して老人虐待なの。まあ電気がつかないこと。ん？じゃあ何、警察なんて言うの。いや、電気を消されましたっていうの。いや、来てないっす警察。まず鈴木さんの方が虐待だわ。いや、確かに、鈴木の方が虐待だろ。いや、そうだよね。早く食えよ。いや、食えないよね。食えないんだよね。まあだから本当にそのなんか丸焼きみたいな感じでいけるんだったらそれが一番いいよね。やばい、鈴木さんが息してない。色がおかしくなってきた鈴木さんの。やばい、鈴木さんの色がちょっとなんか変色してきた。リスナーガキだろ、親がかわいそう。いや、どこがかわいそうなのよ。全然かわいそうじゃないよ。それ美味しいの？いや、ひいはち曰くまずいらしい。2500円かかったのにまずいとか言われたし、そんなまずい魚買ってくるなって言われたし、ね、うまいでしょ。いや、わかんない、こんなまずい魚買ってくるなって言われたけど、まずいの。いや、わかんない、鈴木は食ったことないんじゃない。わかんない、食ったことあるっけ。小ぶりの鈴木は、いや、小ぶりっていうか、まあ、でかいんですけどね。どうしよう。あ、鈴木あんまり人気ないんだ。あ、待って、どうしよう。いや、もうやってもらいます。もう無理。やってもらうわ。電話する。もうこの後電話するわ。俺が変にやってさ。
ねえ、結局ストレハメになったらあれだから、やってもらうわ。いや、うわじゃなくて、あ、うん、だから魚屋さんが終わってる可能性があるんだよね。魚屋さんが終わってる可能性があるんだよ。いや、はぁはぁはぁ意味がわからん。あ、おられんわ。あ、すいません、もうさっき来た松本ですけど、もう今日も無理ですよね。はい。ああ、明日何時だったら大丈夫です。朝一で行きたいです、明日なら。はい。ああ、はいはいはい、あ、分かりました。はいはい、あ、分かりました。はい、配信見てるよ、寿司屋のおっちゃん。 YouTube だけど。明日かよ、鮮度やばいぞ。いや、どうせ俺食わんしな、明日なら。明日しかないわ、これ。内臓取らないと明日までダメになる。じゃあどうすりゃいいや、マジ。いや、寿司屋はやってくれないんですよ。寿司屋はうちのあれじゃないから。ちょっとあの内臓だけ取り出しといてくれ。いや、内臓だけ 取り出してやってくれたら俺があの8本持ってくるから、あと氷入れといておく。で、明日あの朝一で持っていく。朝やってないよ、あそこ。いや、9時にやってるらしいよ。3時からしかやってないのに。あ、3時からしか。いやいやいや、そのあのあのいや、トイレ開けるわけないだろ、お前。だから明日やってもらうわ、朝方。だから内臓だけ取り出しておいてくれ。内臓だけ。それだけでいいらしい。わかった？あ？いや、何？なんでトイレに入ってるんだっけ？いや、開けるんじゃなくて、だから反応がないけんね。それだけをし、いや、それだけを。いや、あの行商さんが帰ったらしい。行商さんが。行商さん、ちょっとトイレぐらいにさんも入れる。大豆だけ取り出しといてやって、あの事務員さんが。で、明日持ってこいって、朝。いや、いい家じゃないよ。さっきあのキッチンからあの変なゴキブリが出てきて、あんねえ、食べるさ、なんか箸とかいろいろあるじゃん。 あの辺に全部ね、ゴキブリがついた状態で食ってたってことだからね。俺ら怒るとできない、うん、いや、仲間じゃねえわよ、こいつ。アホなの？アホだよ、アホです。
いや家内の問題あるから、なんかうちの家でさ、今まで いろんな人が飯いろんなもの食ってたけど、ちょっと食わせないよね体調悪くなると思う。なん自分でしないの。いや、できないからだよね。自分でしないのって、できるのはやるけどできないから。俺料理嫌いだし、あのぶっ刺していいなら刺すだけならいいけど、一番嫌いなもの料理ですからね。どうやって生活してるの。いや、寝て生活してます。うん、いやだ誰もできねえもん、うん余ったれんだ。いやだ、家余ったれますねいやいや、だから内臓だけ取ってもらって、で明日魚屋さん持って行って、で、まああとはまあ魚屋さん自由で、うん？なんか来たぞ。親に文句から出たら、あ、明日出ますよ。ちなみに。うん、明日出ます。昨日便器をしたスマホどうなったの？いや、普通に使ってるよ。洗わずに。いや、明日は僕はあのあれなんですよ。あの夜飯はジョジョエンなんで。あ、ありがとうございます。内臓だけ取ればいいらしいんで。うん。え、まな板？まな板は何でもいいです。その机でいいですよ。内臓だけ取ってもらったね。で、あの氷つけといて。氷がどこにある？え、いや、ここの中に。こんな感じ大量にあるんだよ。あの気をつけて、それ毒あるらしいから。どこに？上のそのそこそこ針。まだ開けてこなきゃね、まだ開けてないのに。浮かしたらこんなちっちゃい。なんか僕にできることがあるなら、なんか手伝いますよ。こんなちっちゃい。お金返して。は？お金返して。お金返して。いや、お金じゃなくて魚な、魚のことじゃない。そう、関係ないそれ。明日は牛一頭。いや、なんかこういう配信ばっかしてるからさ、リスナーさんが最近さ、なんかいろんなものさ。なんかあのそのまま送っていいですかとかめっちゃ言われるんだけど。結構ねず困ります、怒られて。これ切れんじゃん内臓も。うん、だから魚の包丁いくらするの？買ってくるわ。こんなも1万ぐらいするよ。え？これでさえ5000円なのに、このデバでさ。いやいや、だってあのあれ、こんな大きな魚、あのあそこ1万あそこに、あ、なんだっけ、あの中古屋さんとかあるじゃん。中古屋の包丁なんかダメでしょ。あ、どんどん送ってください。ヘビもいいですよ。何でボケたこと。ワニとか。何でボケたこと。ワニでかいのそのまま1匹。最後あの魚屋さん持っていくんで、それも向こうだって迷惑されるじゃん、そんなもん、うん、怪魚も送っていいですよ、怪魚も。昆虫類はね、気持ち悪いでもいいです。
あ、いいじゃん、うまいじゃん、普通に。いいも悪いもこんなもんバカでも。いや、ブックオフにあるかよ、包丁が。うん、あのね、板前さんっていうのはこの包丁をどんだけ大切にしたしてると思ったの。この包丁は命だ。2回僕板前さんじゃないもん。こんなんやるのは板前さんしかおらんでしょ。一般的にできるわけないが。いや、信久美町って人はできるよ。いや、その人に頼むよ。いないの、お家に。みえきさんができますけどだって。は？ラさんができますけどだって。できるわ。板前さんじゃないの？え、ちなみにこの魚さばける方のって書いてください。意外にいそうだけどね。めっちゃいるじゃん。いや、あやべやできねえだろ。めっちゃいるけど、イワシより簡単って言われてるけど。なわけないっしょ。何？そんなもんで信じてどうする。え？イワシなんか包丁がいらんしね、手で十分だろ。待って、アンケートで聞いてみるか。じゃあ分かんないから、ね。でも触ったらダメなんよ、魚って。なんで？生き悪くなるけん。この人の体温で生きが悪くなるんだって。いや、それ軍手して触ってるけど余裕だろ。あ、そうなんだ。余裕なんだ。なわけないじゃん。うわ、電波が悪くなった。マジか。刺身で食べるならっていうか、あの刺身で食わないです。うん、いや、意外にさばけない人も多いぞ。意外にいい家がいるぞ。いや、もうちょっと半分ぐらいで。こんなでっかいもん板前さんじゃないとできないっけ。魚屋さんとか。そうなの？そりゃそう。だってコメントでは誰でもできるって書いてあるけど。誰でもできるんですか？なわけないっしょ。主婦2年目です。できますよ。うちのおじいちゃんできる。おじいちゃんはできるか知らんけど。でも大きさはこんな大きいけんさ、うん、そこそおばあちゃんでもできたと思うよ。いつものおばあちゃん。これフッコだよ。いや、鈴木って言われたよ。フッコって何？鈴木のでっかいやつだもんね。じゃあこの人逆だね。フッコが80センチ以下で鈴木は80センチ以上と思ってる。鈴木って普通このぐらいの鈴木。お父さんがよく釣ってきとったもん、鈴木。小さい、このほんとこれぐらいの太さの。あ、そうな。魚釣りで。鈴木は一般的に60センチ以上。フッコは子供らしい。すまねけん、県によって名前が違うんだよな。かんねえけど。みんなのさばき、まあそうだね。イワシ さばけんならさばけんじゃん。イワシもさばけないから。イワシなんてさばくのクソのあれ、手で包丁いらんし。イワシは手でだ。そうなの。手だけで。じゃあ今度からイワシにするわ。イワシにして。イカやタコは？いや、そんなもん。いや、イカ、イカ、イカ、イワシにして。イワシのこの巨大なイワシないけ。イワシはそんなちっちゃいわけ？ちっちゃいわね。そんなこんなでっかいイワシ見たことも聞いたこともない。そうなの。こんなでっかいイワシやったらもうテレビ局が来るしね。そうなの。そうなのね。そんなにちっちゃいんだ。あ、なんかお前それ毒が回るらしいで。じゃあここでね、こっちが内側の中。毒があるんじゃないの、鈴木。何、毒がある。なんか誰が毒があるって言ってたけど。知らん、そんなことないでしょ。いや、毒があるらしいよ。大体
っと席をするな。もっとでかいまな板と上等な出刃包丁と上等な刺身包丁がないとこんなもんさばくことができないって。ねえよ、あるわ。ねえよ。いや、これプランクトンではねえだろ。買ってくるわ。じゃあ魚の出刃包丁今いらんけ、そんなもん。いや、トライアルで。もうトライアルなんかボロいけんダメだって。あんなの。じゃあどれだったらいいや。だけ本当にこう、だからそのなんか YouTube で見たさ、イワシは、イワシはね、あれぐらいじゃないダメだって。いや別に安いのでもいけますよね、皆さん。ダメだ、手が悪いんだよ。最初は決めると私はちゃんと、そんなちゃんと俺の顎毒なんかねえはよ。手入れしてないに感じで、手入れせんと。だって板前さんとか毎日毎日包丁の手入れさえですよ。いや分からんけど。関係6っていう包丁がいいの。あるじゃん。何が。いやいや、それうろこ取り。いや、うろこ取りぐらいあるの。決意よし。ここハサミで切ったら。ハサミでどうやって切るか。いや、だからあの長いハサミあったでしょ。ハサミです。あ、ちょっとあの。また電波が。もう無理やわ。いや、サポーター外してお茶投げるのやばい。これどうするだ。半分にしとくだ。うん、うん、ちょっと切って煮てみる。そうだね。天ぷらでもいいらしいよ。天ぷら、スズキの天ぷら。どうやって切るだ。こう、おろすってこと3枚に、うん、このままズドンじゃない。また電波悪い。うわ、また電波悪い。Wi-Fi 中継機買ったからいいな、本当に。天ぷらで、もうこっから喋るわ。天ぷらにして、天ぷら。 Wi-Fi 今月末に変わります。うん、絶対変えた方がいいよ。やばいもん、電波のあるさ。あの、真ん中から、真ん中からかん切って。包丁が真ん中入らんと思うよ、おろさんと。いや、3枚におろすってどういう意味知らないですよね。知らないですよね。3枚おろしって何ですか。その言葉も知らないんですよ、僕。なんすか、三枚おろしで。いや、わかんねえ。なんか電波すげえ悪いよね。電波悪いためにそこから中継かい。そうです、ここから中継です。うん、電波良くなったでしょ。いや、ソフトバンクの Wi-Fi じゃないです。てか有線にしたらいいんじゃない。有線 Wi-Fi と有線。いやいや、あるだろ有線。結局やるよ。次電波あるかとも知らん。もう知らん、マジで。今月末に帰る。来週の日曜日に工事に来られる。骨と
ミートヒダイナミで3枚にすることらしい。は？そこでズバッと。レバ包丁だってもうガタガタで。レバでいいよ別にその。刺身包丁は。いいよ。平八の誕生日プレゼントあれあのデバ包丁買ってくるわ。そんなもう包丁買われたって。うわ怖。そもそもこのもう刺身包丁だって全然切れないよ。おばあちゃん切れてるじゃん。おばあちゃんとこからもらったおばあちゃんのとこの遺品だけいつのやつだと思って、何十年昔のやつで、しかもガタガタだった。なんか本当はこんなの時々あれなんだけど、包丁屋さん持ってって研いでもらわなきゃいけないのに自分でできないって思う、うん、でもまあ言ってたよ魚屋さんも自分のところでやらんと一回ぐらい やらんといけまんねんて。あんたすればいい。YouTube バズらせんといけまんねんて。あんたすればいいじゃん。でも絶対あんた怪我さ包丁で。だからやり方しわねえからできねえんだよ。できると思うよ。身がいっぱいついた。これで頭をズボン。スポーンとね真ん中から切っちゃうから。頭をズボンと。そう。ちょっと金槌持ってきて。はい。金槌。はい。金槌。金槌。金槌。うん？金槌。まあいいや、じゃあ私は持ってくるよ。いやいいわ。持ってこれぐらいやってやるよ。金槌ぐらい。草刈り機で落とせよな。あるやないか8本。もうこれでよかったのに。足の踏み場がねえんぞこれ。金槌ってどれだっけ。これか。金槌。ちょっと2つもいらんし。じゃあどっちか選んでよ。ああなるほど、そういう感じね。さすがっすね。だって切れんもん包丁で。それ意味あるんか。分からない。自分で包丁研げないならオールステレンスのグローバルってメーカーの。ステンレス。ステレンスってなんだ。知らんわよ。名前なんかどうでもいいんだよ。ステンレスとステレンスじゃ全然違うでしょ。名前なんか知るか。いや名前物だ物。鉄っていう英語だ。しつけえのどうでもいいんだよ。そこそんなも小学生でさ、うん、知っとるし。いや小学生知らねえだろ。ステンレスぐらい知っとるの。森下知らねえだろ。アルミとか鉄とかそのステンレスとかそれぐらいの英語は知っとるのよ。ステレンスって言うんだ。お茶碗の裏で研げるんですか。うわあんまうまそうじゃないねそれ。もっともたらんとしとるしね。ちょっとあとなんか氷
あのあれ、はい、あの、はい、クーラー、クーラー、クーラーにこういうクーラー、クーラー、クーラーボックス、うん、クーラーボックスで何。いやあんたそれさっきそもそも やるって言わんかったっけ。冷蔵庫入るか。入るし、それぐらいの大きさな。これ全部今日うわ、また電波が悪くなったじゃん。お前がやる気出すと電波が悪くなるんだよね。あ、塩焼きいいじゃん。一夜干し。一夜干し。そんな干せなんてどこへもすだ。いや、そのねえ、あの名前だけ知ってるだけなんで、やり方知りません。あ、いいじゃん。しかもこんなやったこともない。やったこともないって、いや、結構やってるじゃん、あんた。もう結構魚さばいてると思うよ。魚屋でもある前に。魚屋みたいなもんじゃん、もう。鈴木なんか食うやついねえぞ。え、そうなんすか。平八と一緒のこと言ってる人がいる。鈴木美味しいよ。あ、そうなんだ、美味しい。いや、生臭いよ。前お父さんが釣ってきた魚やったけど生臭かった。え？早くそれ。もう包丁とまな板がないけん。ダメだ。いや、美味しいよ。臭すぎて食えねえぞ。田舎者だからわかる。いや、うちの方が田舎ですよ。いや、なんかあの本当に生臭かった。鈴木じゃダメじゃん。だけど煮て食べるな、味付けって。でもコリコリって言ったら鈴木のじゃうまくないってことじゃん。あれもでき、刺身もできないことはない、うん、確かに釣れたら捨てるな。え、マジ。だから天ぷらにしたがいいらしいよ。だから天ぷらなんか明日だって。今から天ぷらなんか、これ冷蔵庫縛ってくれるよ。それで3枚めっちゃ身がみんな骨についておける。でもこの包丁切れんのだって。もうお母さんもどこ修行に行くかな。まあ食ったらわかるわい。都会ものの魚食ったことねえやつはうまいって思うかも。まあ、いろんな魚食ってますけど、マジで今まで一番うまかったのが金目鯛。あれが一番うまかったね。金目鯛が、いや、金目鯛とのどぐろが一番うまかったです。でもやっぱり生きがいい魚はね、何でも美味しいんだよ。三保崎のおじいちゃんがちょっとサバでもすっごく美味しかった。もうびっくりするほど、もう釣りたてのすごい新鮮な魚だったらものすごい美味しかった。そう、この辺のスーパーの中で言ったら比べるもんだな、まずくて。修行ってなんだよ。こうなったらもうとことん修行するんだわね。修行ってこのおさ、さばく魚をさばく。ああ、ただ将来魚屋さんでももうちょっとしたらだからできるじゃん、あんた定年退職した時に。誰も使ってくれない。あ、もうダメだ、もう電波があり。あ、もうこれ意味がわからん、マジで。ダメだ。